はい、どうも天才やすくんです。今日なんですけど、今日ですねちょっと僕の、一番欲しいものについて、紹介していきたいと思います。今はちょっとアルバイトが午前中にあって、それで帰って、今から友達と会うかどうか、考え中なんですけど、ちょっと疲れてるんで、もうちょっと寝て、寝ようかなって、今ちょっとそんなところですね。で、今日、さっき言ったように僕が今日本当は買おうと思ってたんですけど、なぜかなくて、店頭にはあるけど、それが在庫がないみたいなことがあって、3店舗回ったんですけどどこにもなくて、なんか電動キックボードっていうやつ、ビックロとかドン・キホーテとかでっかいドン・キホーテとか行ったんですけど、ここのドン・キホーテもしかしてあるかも。こうやって店頭に並んでる、こういうねドン・キホーテって店頭に並んでるじゃないですか。ここら辺の一角に新宿とかあったんですけど、でも店員さんに聞いたらないって言われて、ちょっと中に、多分ない、すいません、多分ないと思います。ここが家の近くのドン・キホーテ、桜城水店ドン・キホーテというか、ここあれだね、ピカソっていうところ。いや、そうだ、なんか今度は来月か今月は電動キックボードを僕が買おうと思ってたんですけど、なくて、でも結局明日立川でアルバイトがあるんですけど、立川のドン・キホーテに聞いたらあるっていうこと、1個だけあるっていうことだったんで、それをちょっと取っておいてもらおうと思ってます。はい、やっぱないな、ないや、すいません、電動のキックボードとかって売ってないですよね。ないですよね。ないです。わかりました。やっぱりないですね。あんまり大きい、ドン・キホーテじゃないか、ないや。いいや。ちょっと、今日は買えなかったっていうことで、なんで電動キックボードが欲しい、電動キックボードじゃなくて電動スケートボード買おうと思ったのは、電動スケートボードが欲しくて、アルバイトの行き帰り、いつも歩いたり電車に乗ったりしてて、お金がもったいないなって思うのと、行きは全然疲れてないんで歩けたりするんですけど、帰りはねもうちょっと疲れてるから、なんか電動系のやつが欲しいなと思って。でもなんか電動スケートボードってなんか面白いなと思って、なんかコナン君みたいな感じで、いやーなんか疲れた、今日は疲れた。そんな感じですね。はい、明日ちょっと買えるっていうことで、1万5000円で電動の、スケートボードが買えるんで、それでこれからは、移動して交通費を浮かして、しかも楽々帰れ、事故らないようにね、初めはちょっと練習して、ちょっとその様子とかもまた YouTube で撮ろうと思うんで、またそれもアップしていきたいと思います。はい、そんな感じで、今日は終わりたいと思います。はい、なんかグダグダだな、いっか、ありがとうございました。